日本は天国。輸出で稼ぐスキルがあれば不安なく生きていける。私はアマゾン室のサポーターをしながら世界を旅して暮らしています。ニュージーランドのオークランド。シドニー。ロンドンの自然博物館。ストックホルム。ドバイ。これも 会員さんに稼げる輸出サポートを提供しているからできることです。サポートを受けていただいている会員さんに感謝しています。そのサポートを受けている会員さんに提出していただいた売上の実績。これはアメリカアマゾンですんで、US ドルです。30日間で34,454ドル。約380万ぐらいですね。で、利益がおよそ3割なんで、まあ、120万弱の え、稼ぎを、まあ、一人で、ね、誰にの手も借りず、まあ、私のサポートはありますけどね、え、一人で、マイペースで、え、稼いでいただいてます。他にも、30日で22,157ドル、1539ドル、7,669ドル、6,824ドルと、6,828ドルという金額、え、これだけの売り上げを、ま、一人で、マイペースで、え、上げていただいていると。 いうのがね、私のサポートを受けていただいている会員さんの実績です。またこういったのを見てね、私でも月30万稼げますか私ならいくら稼げますかというような質問をよくいただきます。まあ、本音を言わせていただくとやってみなきゃわかりません。まあ、とんでもなく稼いだ人も結局やってみなきゃ何もわからないというふうに言ってます。世界一の大金持ち、ジェフ・ペゾス。ね 資産18兆円。失敗するなら早くと。100倍になる投資で勝率が10%あるならすぐに投資するというのがね、ジェフ・ペゾスのモットーですけど。まさにこの100倍になる投資で勝率が10%以上あるというのがね、アマゾン人そのもの、ねジェフ・ペゾスアマゾンの創業者で CEO ですけど、そのアマゾンが提供しているサービスもやはり100倍になる商品が 10%以上の確率で見つかるという、非常に稼ぐのに、これ以上はないうってつけの場所です。またスティーブ・ジョブズ、ね資産2兆2千億円、これは奥さんの資産額ですけど、まスティーブ・ジョブズのもっと3ヶ月なんて頭は持ってないと、一晩で成果を上げてほしいと、もうとにかく早くと。失敗を覚悟で挑み続ける、それがアーティストだと。 安全にやろうと思うのは一番危険な落とし穴なんだと。まあ、失敗を恐れずやってみるという姿勢です。また日本の大金持ち、日本一の大金持ち、孫さん、孫正義さんは資産総額2兆4000億円。まあ、10秒考えてわからないものはそれ以上考えても無駄だと。ソフトバンクの経営会議は全てが直ちに決定され即実行となる。ソフトバンクには検討中という言葉はないと。 これ YahooBB ービービーのスタート、あらゆる面で最悪でしたけど、ソフトバンクの通信品質も粗末なものです。しかし、ソフトバンクオーナーの孫さんは日本一の資産家。これもそれもこれも、もうすぐ実行するというのをね、徹底してるから、これだけの億万長者になってます。また、ファーストリテイリングの柳井さん。資産2兆670億円。もっとすごいシンプルですよね。行動してみる前に考えても無駄ですと。 失敗していいと、恐れるべきではないというふうに言ってます。そして楽天の三木谷さん。資産5660億円。行動するために考えるのでなく、考えるために行動する方が大事と。結局、えー、どうすりゃいいかなって行動するんじゃなくて考えて、どうやればうまくいくか考えるために行動すると。まあ、みんなこうね、やってみなきゃわからない。やらなきゃ何も変わらないというようなことを言ってます。 日本で収入を得ようと思えば地獄。しかし海外で収入を得るための仕入れ場所として考えると日本は天国です。まあ今言ったね、億万長者の人たちの、ね、失敗は早くとか、まあ失敗を恐れるなというのをね、えー、聞いたことはあってもなかなか実践できない人がほとんどなんですけど、まあこれなんでかなと考えるとね、やっぱ成功と失敗を勘違いしてる。ね、成功と失敗の関係を勘違いしてると。 成功の反対が失敗だというふうにね、えー、思ってる人がもう大部分なんですけど、まあ、成功の反対は、えー、何もしないことと、えー。何もしないと絶対成功しない。成功に一番遠いのは何もしないこと。で理想的にね、えー、皆さん考えるのは、この何かをやるとき失敗したくないと。全部成功したい、ねえー。確実な道を見つけたいというふうな、 えー、心理が働くのが、まあ普通の人なんですけど、まあこれ実はね、よっぽど天才で、えー、幸運に恵まれてないと、このルートはたどれないです。まあほとんどの人は失敗しながら学習して成功の方法を見つけて目標を達成するという形になります。これアマゾンで言うとね、えー、失敗っていうのは、ね、これは商品探しをして、ね、売ってみたら売れなかった。あるいは売ってみたら赤字になっちゃったと。と いうようなのが、これ失敗だということになります。ただ、この失敗は必要な学習をするために必要な失敗で、失敗をしたことによって、この商品は売れないんだなと。この商品はまずいんだな。この商品赤字になるんだなというのがわかる。そして、成功の方法、成功する儲かる商品が見つかって目標を達成するという形になります。ただし、 失敗してもいいと言ってもね、えー、避けるべきは再起不能な失敗だけ。まあ、これだけは避けないといけないです。ま、アマゾンで言うと、アカウント削除になっちゃうと。ね。あるいは、売れて儲かったつもりでいたら、えー、その商品がね、えー、欠陥があって、まあ、あるいは欠陥がないけど、使い方を間違えられて、ね、えー、買った人が大怪我をしたとか、なんかすごい損害をして、損害賠償を請求されたと。そうなっちゃうとね、もう、輸出で儲けましょうどころの話じゃないと。だこの部分は、 絶対避けなきゃいけない。ただ、商品探しで売れないとか、ね、売れたけど赤字っていうのはもう全然必要なことです。まあ、大切なことはやること。何もしないで現状維持では厳しい未来が待っています。もう日本人現状維持では、ね、かなり暗い、まあ普通の暮らしを行な、えー、維持するのがね、難しいという未来が待っています。今すぐに Amazon 出を始めて自力で稼ぐスキルを身につけてください。 致命的な失敗を避ける、えー、方法、ね、サポートを提供しています。チャンスは限られています。今はオーストラリアのアマゾンにバブルが発生する直前です。以前もヤフークバブル、楽天バブル、アマゾンバブルがありました。これ以前のアマゾンバブルというのは日本やアメリカのアマゾンのバブル。これもう終わってます。えー、乗り遅れれば参加費も上がりますし、配分は減ります。 今なら、オーストラリアアマゾンで大きく稼ぐチャンスです。転売アカデミーでは、通常28万必要な、オーストラリアアマゾン輸出マニュアルサポートを9万9000で試せる特別モニターを募集しています。次回募集時には値上げをします。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出サポート特別モニター募集ページを見てください。まあ、儲かる商品、高く売れた商品、それはどんなサポートを提供して、 ダメージ、ね、致命的なダメージを受けない、小さな失敗で稼げるスキルを身につけるのか。まあそういった内容を説明しています。こちらをクリックして、特別モニター募集ページを見てください。今これ YouTube 動画で見てる方、こうクリックしても何も起こんないじゃんということになりますんで、YouTube 動画を見てる方は、YouTube 動画の説明欄にある URL をクリックして、特別モニター募集ページを見てください。まあ、失敗は、ね、成功と反対語じゃなくて、 失敗しながら、え成功すると。目標を達成する、えサポートを提供しています。以上、a m a z o n i サポーター、堀秀夫でした。